ホンダは新型オデッセイを10月17日に発売します。今回で4代目となる新型オデッセイは、低床・低重心パッケージにより、低前行スタイルでミニバンを超越した走行性能を実現しながら、ゆったりとした室内空間を持ち、マルチビューカメラシステムなど、先進・安全装置を搭載しています。ホンダは今回の新型モデルで、乗る人の心をときめかせる感性・クオリティをコンセプトに、人と車の一体感、前席の爽快感、そして独自の存在感の融合をアピールしています。オデッセイの4代目オデッセイのコンセプトです。感性で、感性で磨いた走りと上質、ダイナミックプレステージがこの車の、コンセプトです。オデッセイという車は、ミニバンの日本ではミニバンのパイオニア的な存在だというふうに、思っておりますけれども、そのオデッセイ、大人の7人が、ゆったり乗れて立体駐車場も入れるというように、それまでの常識を破ってですね、変化を遂げてきたわけです。今回この4代目のオデッセイはそのオデッセイを究極まで磨き上げたいというところで、作ってまいりました。フロントピラーをスリム化し、はっきりワイドに見渡せる安心感と運転視界を確保しています。またフロントグリルからボンネットへと広がる立体的な V 字状のラインがスピード感と力強さを表現しています。まずデザイン、このフロントの、フロントの顔つき、ここが一番おすすめなところです。やはり車、新しさと力強さと、それから高級感というところ、それをすべて満たさなきゃいけない。その上で何よりかっこよくなきゃいけないという、そのすごく難しい要求に対して、この顔がそれらをすべて満たしてくれたというふうに考えていて、私はここが一番気に入っています。新型オデッセイは 2.4 リットル DOHC iVTEC エンジンとトルクコンバーター付き CTV により、高い走行性能とクラストップの 13.2km パーリットルの優れた燃焼性能を両立しています。さらにドライブバイワイヤの制御に加え、 CVT エアコンディショナーの動作を強調制御し、エンジン負荷を低減することで低燃費走行を支援するイーコンモードも設定しています。ホンダは国内で月間4000台の販売を予定しています。Digging for news.